ここまでしっかり全員でいい準備できたと思うし、出る人も出ない人もいろんな思いを持ってここまで来たと思うんで、しっかり今日こういう相手だけど自分たちのサッカーを勝ち切って絶対勝ち切りましょう。よし、よし、いざ。よし、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 はい、後輩行こう、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 はい、はい、水着行こう、はい、水着行こう、はい、簡単、はい、ちょっと行こう、はい、どうぞ。
今日の試合を簡単に振り返っていただいていいですか。本当タフなゲームでいい形で、先制で取れたところと、やっぱりそう簡単に勝たせてくれないというところで、そんなところを応援したゲームだったかなと思います。関東リーグっていうのが初めてだったと思いますが、なぜか何かこうリーグの特徴というか、このぐらいの強度っていうのはなんとなく分かったとか、そういうのはありますかね。強度はこのぐらいかなっていうのは分かって、いろんなチームがいて、多分その中で得意とする相手とか苦手とする相手とかいると思うんですけど、どちらかというと嫌な相手だったなっていうのは印象あります。はい、また来週もあると思うんで、はい、来週に向けて何か課題点とかその辺はありましたか。今日のあれ、考え方としたら個人のレベルとかチームの成熟で上げていくっていうところがまず前提に来た中で、その中で、修正しなきゃいけないっていうところをしっかり整理してやることと、次の準備をしっかり確実にやっていくっていうところかなとは思います。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の試合の得点を振り返っていただいていいですか。はい、いやもうセットプレーは基本もうヒデさんとカンタさんどこら辺に来るかっていう、カンタさんじゃねえや、カンタはもうどこら辺に来るかって分かってるんで、そこを信じて走って行ったらもうあのボールに来てちゃんと決めれたって感じです。どうですか、今日の自分のプレーを振り返ってみて、はい、得点以外のその今週の守備のところとか振り返ってみてどうですか。守備のところまだまだ軽いプレーとかもちょっとあるんで、少ししっかりステップなりやって体重強くなりたいというふうに思います。はい、来週も頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。